昨日深夜、北九州市の国道の交差点でタクシーと2人乗りのバイクが衝突し、バイクの男性が死亡しました。 JR 黒崎駅前から300メートルほど離れた国道の交差点です。現場には液体のようなものがまだ残っています。警察と消防によりますと、昨日午後11時半前、北九州市八幡西区の筒井町交差点で、右折中のタクシーと直進してきたバイクが衝突しました。この事故で男女4人が病院に搬送されましたが、バイクに乗っていた大学生、大阪俊介さんが死亡、20代とみられる女性が意識不明の重体、タクシーの後部座席にいた乗客の男性は首の骨を折る重傷です。タクシー運転手の70代とみられる男性も怪我をしましたが、意識はあるということです。この事故の影響で、国道200号の一部がおよそ4時間通行止めとなりました。警察が事故の原因などを調べています。